阿賀野市の児童が自分たちで育てた米の脱穀と精米に挑戦しました。児童たちが運んでいたのは自分たちで田植えや稲刈りをして収穫した新之助の稲。阿賀野市の笹岡小学校では毎年5年生が学校伝で米作りを学んでいて、今日は昔ながらの道具を使って脱穀と精米に挑戦しました。こちらは千箱機と呼ばれる農具です。力いっぱい引くと稲穂からたくさんの米が取れました。児童たちは秋晴れの中楽しみながら農業を学んでいました。昔は大変そうだったけど今は手間がかかんない。みんなに美味しく食べてほしいっていう。精米した米は給食として全校児童で味わうということです。